内といいますと先日ですよね、打点の現在2冠、打率も3割超えています、高村上です。大城外、アウトコース150、さあフルカウント、これはちょっと力んだでしょうか、構えているところが逆、ワンボールツーズレからだけにもったいない気がしますよね。追い大城は外に構えました、引っ張って三遊間を抜けていきました、中村雄平三遊間を鋭く破っていきました。初球はストライク、弾き返していってセンターの前に運んでいった。さあセカンドランナーの村上が今1点差に迫るホームに帰ってきました、2対3です。粘るスワローズ、オスナのタイムリーヒット、村上帰ってきて1点差、なおも2アウトランナー1塁3塁です。ジャイアンツ対スワローズの東京シリーズ3連戦の2戦目です。オスナのタイムリーヒット、スワローズが1点差に迫ってきました。村田さん、8回の男として平内を期待してマウンドに送ったわけですが、まあ、この回を平内が抑えきれず降板という形になりました。こちらもキャッチャーからの目線、少しボールとしても高かった、まあまあでもそうですね、でベルトギンというのは多少高速でもいいバッターを捉えてきますんでね、ここもインコース打ちました、センターの前に落ちました、スワローズ同点、ここでスワローズが同点に追いつきました。高卒3年目の長岡、8回の表同点に追いつくタイムリーヒット、東京ドームに傘が踊ります。リードされてしまったという感じですよね、非常にバットコントロールがいい、ね、逆球ですね、長岡です。20歳の長岡、この舞台でこの場面でしっかりと結果を残しました、はいね、ゲームは8回です。八千代松陰高校から入って3年目の長岡、貴重な同点タイムリーを放ってみせました。でもナイスバッティングですよね、あその場面でバットをコンパクトに切り打ち方変えてきてね。